防衛省は、日本海域の安全を守るため、潜水艦発射型誘導弾の開発を進めているところだ。今回は、試験潜水艦、大鯨による誘導弾垂直発射について、詳しく見ていきましょう。2020年10月に、東京都の十条地区にある海上自衛隊補給本部は、潜水艦発射型誘導弾の装備化に関する技術調査を三菱重工業と契約している。その2年後の2022年12月には、防衛装備庁が潜水艦発射型誘導弾その1の入札を公告した。そして、プロトタイプ誘導弾等を設計、製造し、納入するとともに、技術的課題を解明することをアウトプットとしている。技術的課題とは、水中発射技術、海面離脱、飛翔技術のことを指す。2026年度から2027年度までに各種試験を実施しつつ、性能を確認し、2028年2月に納品することになっている。今のところ、潜水艦発射型誘導弾は、2028年代に活躍する潜水艦に搭載する予定だ。2022年3月9日に、三菱重工業が建造した最新型潜水艦、大鯨が就役している。この艦は試験艦に予定されており、通常の魚雷発射艦の他に、ミサイルを垂直に発射できる発射艦を増設して、反撃用ミサイルの人に、意識地対艦誘導弾能力向上型、ヤトマホーク巡航ミサイルの発射、及び核ミサイルの性能試験を実施しなければなりません。この試験潜水艦、大鯨による誘導弾垂直発射について、実験艦を新造すると報じられていたが、それから試験をやっていたら、搭載予定年度に間に合わせることは、できないでしょう。例えば、アメリカだと、潜水艦からのミサイル垂直発射の方式は、垂直ミサイル発射システム、VLS、バージニアペイロードチューブ、VPT、バージニアペイロードモジュール、VPM となっている。早急に VPM か、最低でも、VPT を3機連接したモジュールを試作し、試験潜水艦、大鯨に搭載して、試験を実施しなければならない。VLS では、拡張性がないため、陸上攻撃ミサイルや攻撃能力に限らず、情報、監視、偵察、対艦攻撃、機雷探知、特殊部隊支援用の無人海中ロボットなどを水中発射することができる VPM、VPT を選択するのが、正しい道筋というものだ。将来的には、潜水艦を水中母艦として運用し、海上自衛隊の運用範囲を拡大することにもつながるでしょう。日本は戦後の GHQ 政策のせいで世界の趨勢に完全に遅れていることから、我が国の潜水艦の優れた能力と軍事力を取り戻してもらいたい。そもそも、能ある鷹が爪を隠していても、専守防衛という本来の任務遂行なんてできません。国連安全保障理事会常任理事国であるロシアが宣戦布告することもなく、2022年2月24日に特別軍事作戦と称して、隣国であるウクライナを侵略開始した。当初は、演習と称して、非侵略国の周辺で事前演習を行い、そのまま突入した形になっているのは、皆さんもご存知でしょう。国連が、未だに具体的な対策を打っていないのは、結局のところ、裏で取引されている金儲けに、原因があるのではないかと見ている。2023年3月3日には、ロシア国防省が、日本海で実施された演習で、1000キロ以上離れた陸上目標に対して、同国の潜水艦が、ウクライナ戦争でも使用されたり、破壊されたりとの噂がある巡航ミサイル、
カリブルを命中させたと発表した。ロシア軍のウクライナに対するミサイル攻撃に対処する反撃力を発揮するには、今や威力の大きい長距離ミサイルしかないでしょう。もしも敵国が我が国にミサイル攻撃を仕掛けたら、そのミサイルを迎撃し、速攻で発射母体に反撃しなければ、敵は次弾を発射してくる。反撃用ミサイルを隠密裏に発射海域に運搬して発射できるものは、唯一ミサイルの垂直発射可能な潜水艦というわけだ。なぜなら、地上のミサイル発射機、艦艇の発射機、ミサイル搭載型航空機の発進は、偵察衛星で察知され、位置が特定されてしまうからだ。当然ながら、敵も被害を抑えるため、発射母体の艦艇、航空機が、敵の領海、領空に近づく前に攻撃してくる、可能性も考えられる。敵は、保有する数千発のミサイルによって、我が国の地上レーダーとミサイル発射機を潰してしまえば、戦況をほとんど支配したことになる。しかし、偵察衛星でも、事前の情報収集を不可能とする潜水艦が発揮する反撃力は、強力な抑止力となるのだ。それでは、ここからは、世界的に付与されている、潜水艦の能力について見ていきましょう。まずは垂直発射方式ミサイルからだよ。1955年9月に、ソ連のズールー型潜水艦から、魚雷発射艦ではない、垂直発射方式の世界初となる SS-1B スカッドミサイルを試射した。アメリカは、遅れて、その5年後に、潜水艦発射のポラリスミサイルから、ポセイドンを経て、トライデントミサイルを運用開始している。我が国の周辺では、反日感情を持つ、中国、北朝鮮、韓国、ロシアが、すでにミサイルを垂直発射できる潜水艦を運用している。日本は、完全に出遅れていることを認識しなければなりません。次に紹介するのは、垂直発射システム、VLS である。VLS は、セルと呼ばれる、発射塔を兼ねた保管容器を連ねて構成される。ミサイルは、弾頭を上にした保管状態から直接、垂直方向に向けて発射され、空中で向きを変えて、目標に向かう。弾薬庫と一機の発射機で構成された、ミサイル発射装置で発生する、再装填や発射機を目標へ旋回させる時間を削減する目的で開発された。続いて、バージニアペイロードチューブ、VPT を紹介するよ。この VPT は、トライデントミサイルのような直径 2.2 メートルのミサイル発射管に、複数管制弾収納管、MAC を挿入したシステムで、アメリカのバージニア級原子力潜水艦などで運用されている。ちなみに、MAC に設けられている6本の発射管にトマホークを装填しているから、仮にトマホーク以外のサイズと異なる兵器を搭載する場合でも、MAC を入れ替えることで対応可能だよ。次は、バージニアペイロードモジュール、VPM、だよ。こいつは、さっきの VPT を4本直列配置したモジュールで、VPM 用は、発射管に MAC を挿入し、MAC に、トマホークなどの巡航ミサイルを7本挿入できる。最後に紹介するのがクワッドパックだよ。クワッドパックは、トライデント発射管4本を並列配置したもので、米海軍のオハイオ級が設計、建造された当時、空のミサイル発射管を船体に溶接し、ミサイル発射に必要な機器を作り込んでいたため、非常に非効率的な構造となっていた。現在、原子力型潜水艦の新造や改修において、共通ミサイル収納部を作成し、
つなぎ込む方法が採用されるようになり、原潜用のミサイル発射管と潜水艦の船体部分を一体化した構造として設計されている。日本の最新型潜水艦、タイゲイは、長さ 84.0M、全幅 9.1M、深さ 10.4M で、全幅が原子力潜水艦コロンビアの 13M クラスであるため、4本のチューブを内蔵したクアッドパックの連結も考えられるけど難しいでしょうね。我が国への侵攻を試みる悪の枢軸国とされる、中国やロシアの艦艇等に対して反撃するためには、時間の行動を秘匿し、高い隠密性を維持しつつも、確実に海中を行動できる潜水艦から、発射可能なスタンドオフミサイルである、潜水艦発射型誘導弾を早急に保有する必要があるのだ。ミサイルの機能が発達し、現代世界の兵器体系が大きく変化しており、ウクライナ侵攻で見られるように、列強国が兵器で自国の利益を追求していた時代に戻りつつある。このような状況で常時警戒を怠ることなく、危機感と反撃力を常に維持して、自国を自力で守らなければならない時代になってきていることを国民全員が認識しなければならない。日本政府は、アメリカでは古すぎて使えなくないトマホークを、最大400発導入すると決めたが、そんなものより、国産の人認識能力向上型や、極超音速ミサイルの開発に、防衛費を多く回した方が、いいのではないでしょうか。